はい。朝飯食ってました。うん、美味しかったよ。なんかね、あれ、寮みたいな感じ。うん、食堂、寮。寮の食堂みたいな。なんかバイキング形式っていうか何、ビュッフェ形式っていうのを、取ってってくださいみたいな。で、なんか、うん、まあ、家族でも集まるのかなみたいな部屋でさ。で、俺はお盆とかめんどくせえからさ、一つの皿にさ、もうバン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 って入れて、ぐしゃぐしゃの皿に、チンジャオロース、卵を、卵とじっていうのか、あれなんだろう、卵、親子丼の上のやつ、親子丼の親子の方、みたいな。あと、ウィンナー、ローストビーフ、唐揚げ、なんか、いろんなもん、あと、シシャモ。さらにいっぱいでささっと食って戻ってきたんだけど、まあ美味しかった。なんかいいね、久々にああいう変なさ、変な感じ、変な感じね、いい経験した。久々に懐かしいみたいな。結構いた人も、こんなに人いたんだみたいな。でね、自分より若い人いなかったかな、多分。多分朝から仕事なんだろうなみたいな。俺はここから寝ますはい、寝てないんでね、寝てない状態で朝飯食いに行きました。では切ります。今こんな感じ。